皆さんこんにちは、ギリギリイクメンことギリメンヨピーです。今日はですね、兵庫県南淡路市旧家村南淡路シーサイドオートキャンプ場にやってまいりました。海が一望できるキャンプ場でございますね。この下の方に見えてるのがサイトかなと思います。はい、ということでね、淡路島の一番南の方までやってまいりました。こちらのキャンプ場ですね、めちゃくちゃ人気のキャンプ場ということで、土日ね、なかなか予約が取れないっていうことなんですが、今回は日月とね、まあ、空いてるタイミングを狙って来させていただきました。で、キャンプ場のシステムがですね、サイトを自由に選べるということで、整理券が7時から発行されております。今ね、10時半なんですけれども、整理券ナンバー2番ということで、まあ思った場所ね、取れるんじゃないかなと思って期待しておるわけでございます。そして旧家村本館はね、しっかりとした作りでございまして、この真ん前にですね、このように海が広がっておるわけでございます。船がポン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 走っておりますね。で、道のりなんですが全く問題ございませんね。そして今上の方なんですけども、電波の方も良好でございます。ということで、10時半でチェックインが12時半でございますので、近くにどうやらね、産地の美味しいものが売ってるマルシェがあるみたいなね、そちらの方寄ってからチェックインの方やっていきましょう。はい、サイトの方到着いたしました。本日のサイトですね、11番サイト、電源20アンペア、そして流し台付きでございますね。そして見てください、こちらのオーシャンビューでございますね。かなり近いですね。こちらで釣りもできるということで、釣り人キャンパーの聖地でございます。風も若干吹いてきましたね。はい、こちらサイトの全容でございますね。公式表記ですね、100平米とあったんですが、計測結果横幅 9.5、 縦 11.5 ということで、100平米ね、少し超えたサイズ感なんですが、奥のがね、ぐるっとなってるので、それ含めるとまあ大体100平米なのかなっていったところでございます。そして駐車位置ですね、一応緑のマットが引かれてるんですけれども、ロープはみ出すぐらいやったらペグダウンできそうな気もしますね。結構ね、しっかりと駐車スペース設けられておりますので、大型テントってなるとちょっとはみ出してしまうかもしれないですね。海があるよ。海、何食べてんの？全然何か分からへんかった。2回目のオーシャンビューサイトじゃん、孫太郎から。風強いな、うん、風強め。やっぱりね、海沿いですから、多少のね、風は覚悟しないといけないということで、今日はね、天候の方は若干今ね、雲多いですけれども、ここからね、晴れてくるとは思うんで、風も収まってくるとは思うんですけどね。とりあえず早速設営の方やっていきましょう。ちなみにサイトの端っこの綱はこんな感じになってますね。コロコロコロと転がっても一応大丈夫そう。はい、設営完了いたしました。本日スノーピーク新幕グランベルク L ですね、こちらでファミリーキャンプやっていきます。なんとかね、10メーター区画に入れることできましたね。そして風もだいぶマシになってきたので、このままグランベルクで続行してキャンプやっていこうかなと思っております。どうですか、この中の広さでございますよ。そしてこの大きな開口部からはこのようにオーシャンビュー見えるようになっておりますね。素晴らしきかなと思いますよ。はい、サイトの土の状態ですね、風が強いキャンプ場ということで、ある程度ね、固定力欲しいんですが、ちょっと弱いかな、7割っていったところでございます。なので長めの鍛造ペグですね、必須かなと思います。そしてメインポールの方はですね、しっかりと38センチのペグで売っております。こちらは抜けることはないので大丈夫かなと思いますね。で、構造的にはですね、この2本、ここさえしっかり長めのペグで売っておけばですね、倒壊するっていうことはないと思うんですが、地面の部分も含めて全て鍛造ペグで対応しましたね。そして今マリピが取ろうとして、ヨッピーがおるから諦めて、ね、テントをグワーって入れて取ろうとしたあ、なるほどね、はい、じゃあ早速キャンプ場の紹介やっていきましょう。はい、それではね、キャンプ場の紹介やっていきたいなと思います。このゲートをね、くぐって下の方にね、下っていくとオートサイトがあるんですが、旧家村の本館でございますね。徒歩10分っていうことなので、まあ、それなりの距離はあるかなと思います。それではね、下の方にガンガン下っていきたいなと思います。はい、途中こういったですね、林道と言いますか、まあ一応階段にはなってるんですが、こちらの林道を越えていくとオートサイトがあるんですが、まあおよそ 220m って書いてましたね。ぐんぐん下っていきましょう。はい、キャンプ場見えてまいりましたね。先ほどの林道を下って
ってくるとオートサイトが広がってるんですが、このような感じで形がねカーブとか橋のサイトとかもあるので、サイトサイズの差異はあるんですが、まあどちらもですね大型ツールームテント建てれるぐらいのサイズはね確保されているような感じでございます。じゃああと 100m ですね。はい、それでは場内マップですね。今現在地真ん中あたりにありまして、左手の方からねぐるっと広がってるんですが、中心を境に左のエリア、右のエリアと分かれてそうですね。じゃあまずはね左のエリアから見ていきたいなと思います。はい、それではね端っこのエリア一番サイトをやってきました。でこちらのエリアからねぐるっと少し下ると完全に海の真ん前っていうようなね5番6番7番サイトがございますね。じゃあ一番サイトからねぐっと上がっていくんですが、一番サイトね結構広いです。特別広いような感じで、海側に設営すれば海の景観もしっかり望むことできますね。で2番サイトも通常のサイズぐらい、1番から4番までは海側のサイトではなく、まあ、少し緩やかな傾斜がかった山側に並んだサイトとなっております。そしてこちらのキャンプサイトはですね、全てに電源20アンペア、そして炊事場が常設されたサイトとなっております。で炊事場の位置ですね、これ微妙な位置にあるキャンプ場もあるんですが、かなり使いやすく工夫されている位置なんじゃないかなと思いますね。で次折り返して5番6番7番ですね。はい、それでは一番下のエリアですね、5番サイト、6番サイト、7番サイトとありまして、一番人気のサイトとなるんじゃないかなと思います。で5番サイトの方はですね少しコンパクトではございますが、6番サイト、7番サイトに至っては十分ツールームテント立ちそうですね。で6番サイトからの景観ですね、もうすぐ眼前に海が見えてるんですが、一応ね釣り場として足場がございますので、釣り場からね一番近いエリアとなっておりますね。このエリアが空いてる場合はですね、特に6番7番押さえるのはいいんじゃないかなと思いますね。で反対から見るとこんな感じですね、もう本当にすぐ先にサイトがございまして、サイトからね海がもう平面のように見えてるような感じでございますね。いいじゃないですか、ここね空人気でしょうね。それではまた上のエリア見に行ってみましょう。まだまだね海沿いのサイトありますのでご紹介していきます。はい、それでは軽く戻ってきまして8番からねサイト見ていきましょう。こちらの方はしっかりとサイズ取られてまして、設営もしやすいかなと思います。海は真ん前ではございますので、まあ無理に下の段を取らなくてもこちらのエリアでも十分かなっていう印象はございますね。そして10番からうちのサイトの11番の間にですね通路がございまして、海の方にアクセスすることができるっていうことですね。で11番はねもちろん100平米以上あったんですが、まあ、12番も同様のサイズ感でございました。それなりにサイズは確保されてそうですね。奥の景観見てみましょうか。もう本当ね海目の前に見えてますよね。この景観ですからね、素晴らしきかなふくら湾じゃないでしょうか。そして次13番サイトですね。ここはねちょっとコンパクトですね。大型のツールームテント建てるってなると少し工夫がいりそうなサイトとなっております。まあ、やっぱ端っこの方は広かったり狭かったり、なんかそういった事情がありそうですね。そして8番から13番の真ん前にね炊事場トイレございます。自販機もありますね。これはありがたいんじゃないでしょうか。じゃあ炊事場ね見ていきたいなと思います。焚き火台を洗うスペースと、そしてコンクリートの炊事場ですね。お湯は出ないようですが使いやすそうですね。そしてその裏がお手洗いでございますね。ではトイレ見に行ってみましょう。結構綺麗じゃないですか。十分ですね。はい、ウォシュレット付きの洋式トイレございますね。そして子供用の小便器、これは地味にねありがたかったりしますね。そしてさらに炊事棟の横の管理棟ですかね、シャワー室ございます。温泉もあるんですけどね。はい、こちらシャワー室ですね。お、シャンプーリンスとかも完備してて、これは気の利いた感じですね。サイズ感は結構広いですね。子供とも一緒に入りやすそうです。それが3室ございまして、洗面台さらにコンセントございますね。はい、じゃあ左のエリアは13番で以上になりますね。右のエリアの方行ってみましょう。右のエリアは管理棟を挟んで、まあ、少し離れた場所にございますね。こちらも海沿いのサイトがあるんですが、海沿いのサイト数限られてそうですね。奥に山側に広がってるサイトもございますので、整理券次第ではもしかしたら海を完全にキャンプっていうのができなくなる可能性があるっていうことなんですね。ゆえの整理券かなとは思うんですが、まあ7時ですからね、7時ってなると結構ね早起きしないとたどり着かないっていうことで、なかなか難しい
しいところもあるかなと思います。で14番から15、16、17、18ですね、18番までが海の眼前でキャンプできるような感じになっておりまして、こちらもサイトのスペースとしては十分ですね、しっかりとサイトのサイズ確保されているような感じでございます。ただ横の目隠しですね、一応仕切りがあるのでしっかりとね区画分けはされてるんですが、本当に膝丈ぐらいの垣根となります。ただ車の位置がですね固定となっておりますので、まあそれほど目線が気になるっていうこともなさそうですね。そして17番こちらの奥の景観はどのような感じになっておりますかね。まあ海はねしっかりと一望できるんですが、あ割としっかりすぐね土台があるので、ちっちゃいお子様連れてる方はこっちの方が安心できそうですね。ただここの隙間にズボッとはまるのは注意でございます。下の堤防に降りるとこれぐらいでございますね。まあおおよそ6メーターぐらいね釣りをするスペースがあるっていうことで、海の深さとしてはこっちの方は浅めなので、もしかしたら向こうのエリアの方が釣りスポットとしては人気なのかもしれないですね。はい、それではね山側のエリアになります。本館がね上の方に見えておりますね。19番サイト、あここ広いですね、結構広いです。19番サイト広いんですが、20番サイトちょっとコンパクトになりましたね。ただツールームテントはいけそうですね。で21番サイト、こちらもそれなりに広さ確保されてる感じでございます。ちなみに21番サイトから設営すると海との距離感はこんな感じですね。まあ、海の雰囲気味わうんやったらね、やっぱり最前列のサイトが良さそうですよね。そして少し傾斜を上りまして、22番23番とサイトがありますね。完全山側ですね。22番サイト、うわ22番サイトとてつもなく広いですね、めちゃくちゃ広い。23番もそうですね、かなり広いかなと思います。こちらなんでしょうね、海の景観が望めない代わりにこういったちょっとサイトの広さで許してねみたいな感じになってるんですかね。ちなみに23番サイトであっても海がね全く見えないわけではないですね。これちょっと階段の段々になっておりますので、こっちのエリアでも海の雰囲気をね味わって設営することもできますね。でもちろんですね、最前列に行けば行くほど風の影響はね強く受けるかと思いますので、キャンプ初心者の方なんかはですねあえて22番23番選択するのもありかなとは思いますね。はい、それでは左エリアのトイレですね、見に行ってみましょう。なんか綺麗っぽいですね。おお、こっちはかなり綺麗ですね。向こうのエリアよりもかなり綺麗じゃないかなと思いますね。はい、こちらにもねウォシュレット付き洋式トイレついております。清掃も行き届いていて使いやすいトイレですね。はい、ということでね各サイトぐるっと見て回ったんですけれども、海沿いのサイト、まあ、ここを狙う場合ですね、5番から18番までが海沿いのサイトとなっておりまして、整理券が遅れて埋まってしまった場合はその辺の理解は必要かなと思います。で全23区画ということで、もっとね広大な休暇村想像してたんですけれども、いやそりゃ土日ね予約取れないわけですよ。まあ、それにしても7時ってちょっと早すぎるんですけどね。なんでしょう、釣りの時間とかに合わせてるのかな。でかいねでかいね、このテントでかいね、誰のテントやろ、でかいね。お邪魔します。カードどこ行ってん。カードどこ行ったやろ。どうしよう、どこ行ってん。ソファの裏かな、そっちか。そしてこちらのキャンプ場にはね、重大なマナー違反のお客様がおられます。ニャンパーですね、人のサイトをね横切っちゃうんですよ。めちゃめちゃいますよ野良猫、これはちょっと要注意ですね。今日に限ってグランベルクですからね、にゃんこちゃんの侵入は防げないかなと思います。はい、ちょっと後ろね横切っていきましたね。ということでこれがね幕内からの景観なんですが、少し日も暮れてきて風も落ち着いてまいりましたね。こちらのキャンプ場はですね、日の入り時間がフロントの方に書いてたのできっと綺麗に見えるんやろね。歩いていくのはしんどいね、お風呂。だから車で行った方がいいけど。俺歩いたけどね。歩いて行く？車で行く。なんか言うかなと思って待ってん。なんか言わへん。はい、今日もねキャンプが終わろうとしております。見てくださいこのねガランとした感じでございますが、インナーが広いってでもいいですよね。野良猫ちゃんだけ気をつけて就寝したいなと思います。またね明日総評やっていきますのでよろしくお願いします。ではおはようございます、で会いましょう。はい、おはようございます。朝になりましたね。いやー
朝からオーシャンビューを望めるっていうのはすがすがしいですね。朝方少しだけ風吹いておりましたけれども、全く問題なく過ごすことができましたね。そしてグランベルクの中でございますね。もう全室は使い切れなかったんですが、こんな感じでインナーの中でね、ぬくぬくおこもりキャンプしました。おはようございます。鴨の橋で、あとはね、野良猫問題なんですけれども、一回僕ね、野良猫ちゃん入れてあげました。で、野良猫対策で大事なのは、もちろんね、コディアックキャンバスのようなフロア一体型のテントを使うと中にね侵入してこれないので対策としてはいいんですけれども、こういったツールームテントとか使う場合ですね、一回猫ちゃんを入れてあげて食べ物ないよと教えてあげるとですね、猫ちゃん入ってこなくなります。追い払うと絶対また来ます。正直対策難しいんですよね。ということで早速総評の方やっていきましょう。はい、それではね、旧家村南淡路シーサイドオートキャンプ場総評やっていきたいなと思います。こちらのキャンプ場ですね、通年営業のキャンプ場となっておりまして、チェックインが12時半、チェックアウトが11時と滞在時間はねしっかり設けられておりますが、サイトの場所がですね、チェックインされた方の順番に選んでいく形となります。選択できるサイトは基本的に1種類となっております。すべて電源付きのサイトとなっておりまして、表記としては100平米ありますということなんですが、ない場所もあればある場所もあるかなっていったところでございます。で、大きく分けると海沿いの区画、山あいの区画と分かれておりまして、釣りをされる方はね絶対に海沿いのエリアを選択したいとは思うんですが、一番のスポットとしては5番6番7番になるかなと思います。そしてこちらのキャンプ場、ペットは OK のキャンプ場となっておりまして、ゴミもね全て無料回収していただけますね。で、温泉はですね、もちろん徒歩でも行けますが、旧家村特有のね坂道ございますので、車で行く方が楽かなとも思います。で、温泉の景観なんですが、なかなか良かったですね。ホテルの方にですね、日の入り時間等も書いておりますので、そのあたりを狙っていくのが景観としては楽しめるかなと思いますね。で、周辺ですね、スーパーコンビニが8分ぐらいの場所にございます。ホテルの売店の方にもいろいろ売られておりますし、もちろん巻き販売もされておりますね。そして今回うちが支払った一泊料金6300円ということになりました。いや、結構安いですね。炊事場ついて電源もついて、で、このロケーションですからかなり安く泊まれたかなと思うんですが、これねシーズンによって変動があるので注意でございます。で、印象としましては、想像してたよりもコンパクトなキャンプ場でございました。そりゃね、こんだけ目の前で釣りができてこのサイズ感だと、土日はね予約取りづらいんじゃないかなと思います。ただこちらのキャンプ場ですね、風の影響とかねかなり受けやすいキャンプ場となっておりますので、もしかしたら寸前でキャンセルに滑り込めるなんてこともあるんじゃないかなと思いますね。で、猫ちゃん問題とかもあるんですけれども、釣りをされる方にとっては聖地と呼べるキャンプ場なんじゃないかなと思いますね。ただ初心者のファミリーキャンパーにとってはですね、風の影響っていうのは大変危険になりますので、風の影響を受けにくい山あいの方を選択するとか、そういった工夫のいるキャンプ場だなっていう感じでございました。はい、ということでね、今日も無事にキャンプを終えることができました。少し午後から風が強く吹くということで、早めの撤収が望ましいですね。この辺りは海沿いということなんで、こういったリスクもあるっていうことでございます。ぼちぼちね風吹いてますよね。またね、こういった情報とか配信していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではシーサイドオートキャンプ場からお送りしました。バイバイ。それするから目まこけんとって、やフラフラなってる。まっすぐ立って。ピー、気をつけ。